王主院は、愛知県西吉吉良町にある浄土州西山、深草派の寺院。三号は、如意山、二号は、国琴吹寺。本尊は、阿弥陀三尊。現住職まで三十四代目。千四百五十年天外の総教院、坂井春が、比叡山から東国へ巡歴の途中、この辺りの海に気づいを廃止令地として、草案を結び。 比叡山より将来した十一面千樹千岩、関税音菩薩像を安置したのが始まりである。その後、教員、坂井淳は、富士山に登り、富士山本宮浅間大社に参浪し三礼の大日如来を監督した。そして吉田口に十二年間を過ごし、自国の大日如来像を当地に持ち帰り、里人の厚い消えを受け一時を混流し、如意山、 宝玉縁国修寺と合したが、事号はいつの頃にか国こと武器寺らと改まった。事業を富士になぞらえ、教員、坂井俊が吉田五坊と呼ばれたところから、この辺りを吉田と地名されたと古書に記されている。五世十字、十光の時、浄土宗に改修した。本尊に阿弥陀三尊を安置し、法刀は今日まで継承されてきた。1584年、 豊臣秀吉は、長くて出陣の途上回路より、東山に陣営したことから、寺寮三十六国と、旅茶湾一個を配慮した。後に、徳川家も、衆院を伏し、以来豊臣や、徳川家の庇護を受けた。そして、両家の遺廃を祭り、寺門に、三葉青を用いている。ありがとうございます。